お疲れ様です。また月収1000万ですか。やっぱすごいですね。でもそういう話も聞き飽きたって言えば聞き飽きたんですよね、私たちから見ると。まあ1000万っていうのは極端にしても、例えば月収100万ってなんかね、どこにそんなやついるんだよみたいな世界だと思うんですけども、もう今まで何人そういう人に出会ったかっていうことと、自分自身がそれを何度もやってきたりとか、自分のところにその塾生として参加する人の中にその月収100万の経験者ってボンボン生まれるわけじゃないですか。でそうなると、どんな大会社にいても、どんな大きな取引先を持っていても、月収100万なんかリアルにね触れる人ってほとんどいないんですよね、でもそこに同窓会とか、それから、まあ、いわゆる多くの人とコミュニケーションする中での違和感っていうのは出てくるのかなと思うんですよ。まあ金銭感覚が違うっていうのは、多く持ってる人っていうのは小さく抑えることができるんですけども、小さくしか見たことがない人が大きく考えるっていうのはなかなか難しくってね、やっぱこう発想が違うっていうのは、まあ吉田さんもよく言われたことなんではなかろうかと思います。まあそもそもね、その月収100万ともなると、もう完全にその働き方とか、その商品の単価とか、顧客へのアプローチ方法っていうのはもう根底から違いますんで、まさに違う人種になっていくわけですよね。だからあんまりその、まあ、同窓会にしてもその他の関係にしても、なんかその人と関わっていて同じように楽しむこととかできなくなってくるのかなっていうところはあるかなと。で、いさかいも起きますしね、でまあお金の話だけではないんですけども、結局どんなことにもお金が関わってくるってことを考えると、お金の扱い方が上手な人の方が常に優位に立ってるんだろうなって気がするんですよ。でその中でその塾生さんっていうのは素直にやって月収100万とか稼ぐわけじゃないですか。でもやっぱり揉める人っていうのは、じゃあ時間的な自由とか金銭的な自由手に入れてるかって言ったら、手に入れてないわけなんですよね。まあ、そういうところを心に隠しながらも、まあ、それを言うとね、やっぱかわいそうなんで言わなかったりもするんでしょうけども、まあ、それにしても1000万とか2000万とかね、その人生の前半で経験しちゃうと、そのなんていうのかな、全く違ったものをこれからも見ていくんですよね、きっとね。でそもそもその1000万に稼ごうが2000万稼ごうが、元は一緒のところにいたっていうところは動かしがたいじゃないですか。ともすればなんかね、他の、10代や20代で優秀だった人に小バカにされていたかもしれないわけですよ、でも早くに優秀だと決めつけられた人も、結局学業の中での優秀ってすごく適当だなと思いますよね。国語算数理科社会がいくら優秀でも、社会ではそんな勝負誰もしてないんで、だからあくまでも18歳までの大学受験までの競争であって、そこからまた別のレースが始まりますよね。その学び直しって言いますけどもね、なんかね、学び直し、リスキリングって言いますけども、結局小中学校高校大学でやったことをまた学び直しても全くの時間の無駄なんで、私はそれはねやっぱりやんない方がいいかなと。で学校とか家庭とか会社で教われなかったことをやるから学び直しになるのかなと思った時に、やっぱりこう教科とかね、業界っていう概念があったらダメですね、そもそもこれから私たちが生きていく世界っていうのは、今までの世の中になかった業界がどんどんできていく世界ですから、例えばね、孫さんも言ってましたけども、今の時点で AGI を使っていないっていうのはもうね、金魚とか言ってましたね。人間と金魚、金魚に ABC って教えても覚えないでしょ。今の時点で AGI 使ってない人は金魚ですよと。 ABC って教えてもポカーンとして泳いでるだけでしょ。人間と金魚の関係なんで、そもそもコミュニケーションが成立しないし、食べるものも違うとかね、なんかゾッとしますよね。まあ、ちなみに私は AGI 使っておりますね。なんとか次の時代にも乗っかっていけるんじゃないかなと思います。まあ体が衰える部分ね、頭脳をやっぱり衰えないようにしないといけないかなってことでございます。いってらっしゃい。